エネルギーを貯めて貯めて、矢印を敵の方向にセットして、スーパーパワーだー。ドラゴンボールじゃねえか。ボス戦は、ハゲの人、それ天津飯だろ。キャラチェンジで、いました、緑の人。一度だよ。まずはエネルギーを貯めて、瞬間移動、弾を飛ばした先に移動できるみたいだな。相手の天津飯も同じことができます。攻撃当てにくそうだな。小さい弾を当てても、ダメージはしょぼいまま、相手の攻撃食らうと貯めた分がリセットされたぜ。おっと、血で跳ね返りました。天津飯めちゃくちゃ移動してるぜ。さすがボス、簡単に倒させてくれません。スーパーパワーで一気に削りたいけど、これだけ移動されたら当たらなそうだな。相手が貯めてる時は、先に攻撃を当てて嫌がらせ、やっと体力半分を切ったぜ。弾同士がぶつかると、相打ち、弾のサイズは関係ないみたいだな。2連続で弾激突、こっちも体力半分切ったぜ。そろそろ倒していきましょう。真下に移動して、下からの攻撃、あとちょっとだぜ。近くに行きましょう。弾左下に飛んでるぜ。入れ違い。では、また下に、これなら当たるぜ。ラスト一発。移動して、ドラー、エナジーファイト、メガファイト、敵は8人います。大きいだろ。やはりみんな、瞬間移動できるみたいですね。始まった瞬間ごちゃごちゃしてきたな。8人の敵は強い。いやー、やっぱり仕方をしてないのかよ。こうなったら、スーパーモード2。金髪になったぞー。弾がでかくなって威力上がったぜ。スーパーパワーで蹴散らしてやりましょう。敵多すぎるからゲージ溜まるまで待ってくれないぜ。しょうがない、一人ずつ倒しますか。この弾の威力なら、一人二発で倒せるぜ。敵が減ってくれば、スーパーパワーを貯める余裕が出てきます。おやー、ラスト一人、スーパーサイヤ人をゲットしたぞー。早速戦ってみましょう。ただスキン変わっただけだろ。貯めて貯めて、スーパーパワー。一瞬で一人倒したぜ。もう一人は射程圏外でした。なんだこりゃー。硬そうなバリアだな。もう一発スーパーパワー。それならバリア壊せそうだぜ。いけー。撃破、このボスはサイヤ人っぽいぜ。こっちはスーパーモード。金髪になるのかよ。弾でかすぎだろ。スーパーモードですからね。一撃で半分削り、とどめだー。強すぎんだろ。